とうございます。カプリです。昨日はねすごい風が吹いて寒かった。外はね、家の中ではねそんななかったんですけど、外はもう風がビュー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 吹いて寒かったです。雪が降ったところがあるんじゃないかな。コメント今ね7時40分です。ゆきちさんまだ病んでますね。お母さんに会えたんだ。お母さんに会えた時はね甘えてください。病んでますね。きついかな。きついね。本当なんか自分を、ね、追い詰めてしまうんだよね。でしょうもなくないです。いつもコメント泣いてばかりいるんですよね。私もそういう時もありますよ。泣いてばっかりいてね。そしてやっぱり母の声が聞きたくなったりとかで、父の声が聞きたく、父もいないんですけど他界してね、で父の声が聞きたくなった時はおじに電話するんですよ。でお父さんの声が聞きたくなったからって言って電話したって言ってね、おー千春元気かって言ってくれるんですけどね。あ、千春って言うんですよ私ね。親孝行したい。私もそうです。本当にね親孝行できてないんですから。本当に富美和さん、カプリさん、おはようございます。ゆっくり休んでくださいね。昨日は節分でした。ですよね。節分私忘れてました。あ、忘れてたっていうかね、生徒さんのね動画を見て節分って思い出しました。節分だったの。3日はね、福は内鬼は外、渡る世間は鬼ばかり、笑人生七転びや起き、でも笑う角には福来たる、いつかは笑顔でいられる日が来るといいですね。そうですね、いつも笑ってるんですけどね、こうやってね。ありがとうございますね、コメントね。本当ありがとうですよ。本当節分だったんですよね。そしてね、瀬戸さんがね、私のり巻き大嫌いなんですよ。のり巻きね、レタス巻きとかは好きなんですけど、のり巻きはねちょっとね甘ったるいのが本当嫌いなんですよね。かんぴょうとかああいうのがね。そしたらなんかホットモットでのり弁ののり巻きがあるっていうのでなんかレビューしてました。でいやーこれだったら私食べれるわと思って、だけどなんか短かったんですよね。短くてね、見てたらね高かったんですよ。なんかやっぱ高いですよね、恵方巻きだからね。高くするわな。だからこれだったらのり弁食べた方がいいよなと思って見てたんですけどね。今日も栄養剤も飲んでます。薬もねまだ飲んでません。私ね、これ
れなんですけども、ラブ&ピース、ラブ&ピースの、ボディクリームなんですけど、ボディバターっていうね、フレグランスボディバターっていうやつなんですけど、これ匂いがすごく良くてね、私これの匂いを嗅ぐとものすごく安心するんですよ。これのね、香水も持ってます。香水好きでしょ。私香水好きなんだよね。香水ね、大好きなんですよ。ほんと可愛い入れ物とか、まあ匂いもですけど、匂いを嗅いでですけどね。でラブ&ピースも可愛い。ちょっと待ってね、これなんですけどね、これもラブ&ピース、こう入れ物がね、可愛いのがものすごく好きで、で匂い嗅いでるだけでね、安心するんですよ。ゆきちさんもなんかそういうのあるんじゃないかな。アロマとかいいんじゃないかな。アロマとか私も好きでね。でもね、今使ってないんですよね。でも今ボディクリームでね、冬じゃないですか、乾燥するんで、ボディクリームを塗って、そしてその匂いがこう来るんですよ。それで、あ、匂いがいいって安心するんですよね。だからゆきちさんとかもなんか、でも若いから持ってるよね、そういうのね、多分ね。そして職業柄持ってるでしょうね。私の唯一のなんかな、安眠剤みたいな感じです。ゆきちさん、そうですね、私もね、まあ、もう7分だよ、もう。私もね、本当にね、親孝行なんて全然できてないからね、もう長年ね、もうこの病気になって何年だもん。病名がやっと分かって4年、5年目でしょ ?5 年でしょ?その前からだからね。で、私の年は44歳なんですけど、今年45になるんですよ。それでも親孝行できてないですからね。まあね、ほんとね、皆さんが言うように、ガードには福来たる。人生、七転び八起き。ほんとですよ。その通りだと思います。で、なんかね、じゃない。私、たまに何喋ってるか分からなかったな。なんかね、自分の楽しいことっていう、自分の好きなこと、私はこういうのでこう癒されてます。でもこれだけじゃね、自分の気持ちはね、癒されてもその場限りなんですけどね。何も言ってやることできなくてごめんね、本当。でもみんな一緒だからね、私も一緒だからね。本当こうやってね、カメラの前で本当笑ってるんですけど、本当はね違うんだからね。本当にね、もう 10分だけど、本当にそうなんですよ。まあ一緒に頑張っていきましょう。私も何かしら頑張ります。じゃあまたアップしますね。コメントありがとうございました。じゃあまたレビューします。
レビューじゃない、アップします。今日は30日目です。全然変わんねえや。じゃあまた、コメントありがとうございました。じゃあねー。